今週のプレイヤーをご紹介します。インターハイ優勝目標に頑張る中学生、小島くん、島くんペアです。よろしくお願いします。お願いします。島くんがテニスを始めたきっかけが小島くんなんですか？はい。4歳の時に、はい、まず小島くんがテニスをしていて、うん、自分も楽しそうやからやってみたいと思ってやって。知ってました？小島くんは。いや、僕知らなかったです。知らなかった。はい。聞いてどうですか？ちょっと嬉しい。あ、嬉しい、はい。スーパーテニス、科学で健康をサポートするシクロケムグループの提供でお送りします。ゲーム形式レッスン、関西トップレベルの実力を見せてくれ。あー、もったいないな。悪くないけどな、ちょっとこれの技術やな。ごめん。丁寧に行かないと。今のさ、どこに打とうと思った？真ん中に打とう。こっち真ん中。それやったらさ、強く打つんじゃなくてさ、もっと深く、ゆっくりでいいから深く持っていって、自分が前に詰めてもう一回ボレー勝負するぐらいの気持ちでやらないと。お、真ん中行った。今さ、小島くんすごいさ、いいアプローチのかけ方で、センターにきっちりアプローチ入ったら、島くんはやっぱりもっと詰めてセンター行かないと、ね、ワイド抜かれてもしょうがないけど、センター絶対抜かれないんです。はい。あ、もうやばい。あの、ストローク悪くないんだけど、やっぱりダブルスでさ、ずっと眼光陣でやってたら、やっぱりサービスゲームでさ、アドバンテージ持ってるのに活かせないから、やっぱりチャンスあったら、やっぱりサーブ打った後レシーブが浅かったら、やっぱりネット早く出たりさして、相手にプレッシャーかけないと。こっちはさ、とりあえずストローク粘って粘って、甘くなったらポーチ行ってもらう。それでポイント取れちゃうから、やっぱもっとできるだけ早く攻撃仕掛けてもらう。中学生ペア、このままでは終われない。いいチームプレーヤー。いや、2人とも、ね、しっかり考えてプレーしてるっていうのがすごくよく分かって、あの、修正能力高いんで、すごくね、これから楽しみですね。しっかりため作って、おお、ナイスショー。いい強気や。全集中、テニスに遊びにお笑いに、お肉大好き AKG 肉。